そのだけはレース展望ですこの時間は7月1日金曜日の展望を行ってまいります今日の解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんですどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえ木曜日は園田 fc スプリント820メートルの瞬撃戦、えー、早い早い48秒のドラマレースが行われましたランドクイーンが見事な逃げ切り勝ちでしたねもうコースタートからねはい。 まあ十分考えられた結末ですけど一気に押しし切りましたよね2番人気のランドクイーン勝ったんですがやっぱりあの馬の天の脱出力というところいかんなく発揮しましまたねうちから、ね、あの川原騎手もかなり抵抗したんですけども,、えー、もうね もうあれ以上はいけないとね、うん、レース後、ちょっと聞いたらあ,、ね、あれ以上行くと危ないということでね、はい、もう控えざるを得なかった感じでスピードでそのまま押し切ったという感じですよね本当に素晴らしいスピード女王の誕生となった園田、うんね、FC スプリント、はい、地元馬が4年ぶりに勝ったというのも強い遠征馬が勝つのもそれはそれれはででいいんすこれまで6回終わってこれで立区との対戦成績3勝。 ずつということでね、五<ー>分になりましたね。ねはい、はい。さあでは明日ナイター競馬の展望に参りましょう。明日その金ナイター5周目を迎えます。もう明日から7月ですね。そうですよね。早いですね、えー。メインレース、重レースの姫路詐欺ソ特別、そして旧レースは山歳の A クラス、B クラス混合戦です。この2つを展望します。まずは重レース姫路詐欺ソ特別は A2 の線1400メートル戦10頭立てです。 ご覧のメンバーを見まして10番ですねタガのトリオンク出てきましたね。ねはい。9連勝中の馬いよいよ10連勝大手で明日それに挑むということになります。はい、そうですね。まあ今回ちょっとねレース間隔空いたんですけれども。2ヶ月ぐらい空きましたね。はい、そうですね。まあこれはねまあ予定のローテーションと言いますかね。はい、まあ今月あごめんなさい来月のねまあ20郡地兵庫サマークイーン賞に 照準を合わせてますんで、はい、まあその前のひとたたきをどこにするかということで、まあ、たまたま間隔が空いたと、うんでまあ、その間、オーナー牧場でばっちり乗り込んでますんでね、はい、まあ追い切りまたがった新しい調教師もね、もうこれまで以上の動きということでね、そうですやっぱり牧場でもしっかり乗ってるのがはっきり分かるとおっしゃってましたしたね休み明けというところ、全く気にしなくていいわけですね、あねまあ、たまたまレースが、使うべきレースがなくてね、空い,いね空いたと、まあ、暑い時期に差し掛かるんでね、えー、無理してないという解釈でいいと思います。 ですね。まあここまでもずっと強い競馬、うん、そうですね。ハイパフォーマンス繰り広げてきた馬なんで、はい、もう十連勝も通過点もう、ね、普通の馬なら十連勝といえば大一番ですけどね。はい、この馬には本当もう大した問題ではないとい十連勝も通過点で、ねまあすね、あくまで目標は十勝。もっと先をね見据えてますんでね。うん、ねはい。 あるいはこの兵庫サマークイーン賞を皮切りに、えー、グランダムジャパンのコバシーズンのねーいうところまで見てるかもしれませんね、はいうん、えー、もちろん明日本命ということですねえもちろんこれはちょっと逆らえようがないですね、はい さとなるともう2着探しというところで、はい、その筆頭が7番東高ポセイドなんですあこの馬も、ね、重症がちのある馬で、ね、一時とき悩んでましたけども、まあ、ここへ来て、ね、安定感が出てきたと、はい、ただ、この馬の場合は、ね、安定感というのも良し悪しで、ねまあ、以前の荒々しさがちょっと薄らいでるんじゃないかということで、はい、まあ陣営は今度は、ね、あの思い切って行かせたいと。 以前は積極的に行ってたんですけどね、はい、まあいつまでも逃げてばかりではということでね、うんえー、いろんなレース試したんですけど、やっぱり行こうということで、うん、逃げ宣言出てますんでね明日は逃げていく、えー、ということですね、捕まえられて止まったら仕方がないということでね、まあ、あの使う以上は任しにいくという意気込みですよね。 でまあと一番のサンライズワードなんですけどね、うん、まあ前回の敗因はもうバタイベリとはっきりしてるんでね、はい、まそこが改善されてるかどうかですよね。 まあ持ち直していれば、ね、当然、連争い五分あるいはそれ以上ですよね。<ー>で気になるのが3番の脇の黒龍、低迷が長かったんですけどねこのまま終わるはずはないと思ってましたけどようやく持ち直してきましたよね。この時期に、ね、調子を上げてきたというのは、ね、あの見方を変えれば他の馬がだんだんばててくる頃なんで、ね、ちょっとメリットもあるんですよね、はい、そういう意味ではピックアップする手はおあると思いますね。 で5番のカシノサクセス、まあ、勢い上昇度ならこの馬なんでしょうけどもさすがに永遠にクラスそれも結構ハイレベルのメンバー構成ですからねまあここで勝ち負けというのは容易ではないでしょうね、はいえー、でやっぱり B1 で、ね、連勝したといっても結構厳しいレースしてますんでね目に見えない疲れもちょっと気になるんでね、はい、まあ僕は評価若干下げたんですけどね。ただこちらもカシノサクセスは ここまで中央から移籍9戦9連隊7勝2着2回ですからね,なん,んねなんだかんだね不安材料を抱えながらもそれなりにクリアしてきてる馬なんでねそう経営、ね、はできませんけどね、はい、明日は昇級初戦となります、えー、タガノトリオンがいるんでね、うん、なかなか注目は集まらないかもしれませんが、ね、こちらもコーチをキープという一頭ですさて五頭の印フォーカスも見ておきましょうもちろんここは10番のタガノトリオン一着付けであと印の四頭への 長柴県、えー、組み合わせは12点ということになります3年単12点外としてまとめていただきました明日のメインレーススタートは8時ちょうどの予定ですそれでは旧レースの展望にも参りましょう順インは3歳の A クラス B クラスの混合戦です、えー、もう3歳はこの後小馬との混合ということになっていきますので,、うんですね、はい、はいえー、最後の限定戦ということになるんですがこのような印になりました 8番の統計平蔵にまず本命の印兵庫ダービーは 最高峰一投、ポツンと追走しての3着でしたね。ねまあ、出遅れてしまったんで、ねはい、まあ仕方のないところもあったんですが、ね、展開向いたところもあったかもしれませんが、はい、それでも3着、立派ですよね。そうでよ前半、無理してないとはいえね、はいさまあ、勝ち馬タ、ま、信ザ山をはるかにしのぐ上がりタイムを叩き出してますからね、うん、まあやっぱり能力の高さは見せましたよね、ええでまあ、この日程でね、中、えー、2周で使えるというのも、まあ。 高材料だと思いますね。はい、というのも、まあ、いろんな事情があってやはり三歳馬、今言われたようにね次週から古馬との混合戦この辺の馬はビーチクラスに編入させられるのでちょっと勝ち負けはおぼつかないということで、はいまあ、無理して混合戦ここへというところもあるんですけどね、まあ、これは他の馬にも言えることなんでしょうけどもね8、うんまあ、頭立てですしね外枠もいいでしょう、はいまあ、力を出せば統計平蔵突き抜けてくると思います。はい で対抗が7番、超くるくる、ね、こちら、ですね堅実なんですけどね、勝てそうで勝てないんですよね、ね前回の3着も前には離されてしまいましたんでね、まあ現状では連争い、連、ね、の有力候補、このくらいの評価でしょうね。ノクションの3着まで、ね、そうなんですね、それならばね、まあ、荒削りですが、浅草セーラーこちらもクラシック戦線、このまま前回5着、ダービーね、見どころありましたからね。はい 本当、ね、タフな馬ですよ、まあ、決め手があるだけにね、うん、まさしくターン穴という評価がぴったりじゃないでしょうか、ねはい、であとでは2番のフォーネルなんですがやはりね AB 混合ではちょっと厳しいかなとき、うんまあ、昨日悪さもだいぶね、えー、解消されつつありますんでね集中して走れればね 馬券圏内は可能だと思いますが、はい、まそれぐらいが目いっぱいかなという気もしますね、うん、まあ同じことが6番のテーウ魔法にも言えますよね、はい、まあやはり急に入ると、ね、追い込み一手ではなかなか、ねえー、展開の助けがないと届きませんので頭、ねまあ、数が減った分いくらか競馬しやすいかなとというとこですよね、うんはいえー、8頭のうち印5頭という形ですが、まあ、ここは A クラスの馬、B クラスの馬がいまして A クラスの馬にやはり上位の印3頭という形になりましたね。ねまあ、意識したわけではないんですけど、えー、どうしてもそうなってしまいますよねいずれも好、ね、調、うん、をキープしている馬ですからね。ということで、まあ、この3歳の重賞戦線で頑張ってきた馬たちちょっと、ね、勝ちには届かなかったんですがそれでも見せ場を作ったという各馬、あ統計平蔵超くるくる浅草セ衣ラというところに上位の印が入っています。さあそれではフォーカス見ておきましょう こここはもうう統計頭ででとということですね差、ねまあ、しタイプの馬ですけど、まあ、この頭数と、ね、距離を考えれば、まあ、頭狙いで問題ないかと思いますけどね、はいえー、統計平蔵1着固定の後相手4頭組み合わせ12点という形でまとめていただきました明日の9レース発走時刻は7時25分となっています。 明日5週目を迎えるその金ナイターどうぞお楽しみください。えー、今日の解説は大阪スポーツ瀬藤春人さんでした。どうもありがとうございました。どう失礼しました。それだけえ7月シリーズもどうぞお期待ください。